今回はたった20秒体を反らしていくだけで痩せていくメニューということで紹介していきます。筋肉っていうのは力を縮めるとき、縮めた力が伸ばされるとき、いろんな力の使い方というのがあります。力を縮めるときっていうのはどうしても力みやすくてフォームが崩れやすいです。そこで今回は力入れたものが引っ張られる筋肉の使い方を20秒間一緒にやってみてください。今回の動画を最後まで見ることで安定したフォームで的確に筋肉を使うメニューというのが分かってきます。気になる部位一つでもあるよって方は一緒にやってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、たった20秒体反らすだけで痩せることができるメニューというので紹介していきます。気になる部位ほとんど使うことができますので動画を見ながら一緒にやってください。それでは紹介していきます。はい、まずは体の前面っていうのは使いすぎていて、体の背面というのは基本的に弱っています。そこで今回は前側をまず伸ばしていくメニューを紹介します。膝ついた状態で足を開きます。足同士はひっつけてカエル足を作ります。この状態で後ろに倒れて戻るだけです。これを20秒間やっていきましょう。お尻が後ろに出ないようにお尻を前に出して腹筋を使いながら倒れて戻ります。これで倒れるときに体の前側のストレッチ、体を起こすときにもも裏ふくらはぎを使うことができます。いきましょう、スタート。できるだけ倒れたら帰ります。しっかりお腹に力入れてください。息吐きながらお尻が出ないようにしっかり倒れて OK です。次はうつ伏せです。脇の下に手をつきます。体をしっかり反らしたら体を持ち上げてゆっくり降りていきます。あと20秒間です。体はまっすぐ下ろしてください。しっかりこれでね、全身の筋肉を使っていきましょう。 OK です。今度は手も足も伸ばして体をしっかり持ち上げて、ここで揺れます。背面全部使いましょう、スタート。こういう感じです。しっかりね、弱ってる背中、背面しっかり体を反らして、しっかりね、弱い部分を使いましょう。くぅ、オッケー。今度はお腹に力入れた状態でゆっくり腰からゆっくりついてください。起き上がるときは勢いよく降りることだけ意識してください。20秒いきましょう。ゆっくり腰からつけていく。起き上がるの勢いよく、お腹力入れたままゆっくり降りることだけ意識。OK です。で、今度は肘を少し前について足肩幅で腰を丸めてキープ。20秒スタート。これで20秒キープ。お腹しっかりへこまして、しっかりね、腰丸めてください。肘はね、できるだけ前、できるだけ肘前が効きます。OK。 今度はランジの体勢を作ります。ちゃんと前足後ろ足90度、このまま体をまっすぐ上げる。ゆっくり膝をつく。いきましょう。降りることだけを意識してください。上がるのはスッと上がって、降りるのはゆっくり、ゆっくり降りる方がね、しっかりね、前足のもも裏使うことができます。 OK です。反対足も一緒です。ちゃんと前足を90度作ってスタート。降りるのだけゆっくり。このフォームがね、すごく大切です。
上がる降りるっていうことだけよりも片方だけ意識、降りることだけ意識。OK。 はい、今度は四つん這いです。四つん這いから右手の横に右足をつきます。このまま右に体を開きます。いきましょう、スタート。体をひねったら戻す。お尻をね、しっかり締めて、しっかりね、膝を開いて大臀筋もね、伸ばしてください。 OK。 反対も一緒です。左手の横に左足をついて、膝開いて、スタート。しっかりしっかりね、体の前側がしっかりストレッチされます。していきましょう。 OK。 で、今度はつま先しっかり外向けてかかとを上げます。中腰になった状態でこういう感じでね、キープします。スタート。これでね、もも裏、ふくらはぎを適度に使うことができます。しっかり膝を開いてお尻を締めてください。これがね、結構ね、足痩せに効果的です。よし、オッケー。ラストはうつ伏せで寝ます。足肩幅、体をこのまま持ち上げて、ラスト20秒頑張りましょう。スタート。最後これでね、ラスト20秒キープ。これでラストです。頑張りましょう。最後しっかりね、体がプルプルしてれば効いてます。お腹引っ込めて、オーケー。はい、お疲れ様でした。今回ね、基本的に弱っている部位、そこのフォームをゆっくり動かすことで的確に筋肉を使うことができました。こういったメニューを毎日何度もやってください。1日3セットぐらい毎日行うことで、弱っている筋肉が鍛えられて、体の姿勢が良くなって、体が冷えにくく代謝が上がった状態を保つことができます。たった20秒ずつでしたが、運動時間としてはね、本当に5分も経ってません。少しの合間を見てぜひやってみてください。頑張ってやってみた方、よかったらグッドボタンやコメントで感想を教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらって、ぜひフォローして、そちらの SNS でも見てください。今回もご視聴ありがとうございました。